スポーツ仲裁裁判所は国際オリンピック委員会によって1984年設立されスポーツで起きたトラブルを裁判所ではなくスポーツ界の枠内で解決を目指すことを目的とした一申請の仲裁機関のことである。1994年に IOC から独立スポーツ仲裁裁判所を運営するスポーツ仲裁国際理事会が設立された。本部は スイスのローザンヌにあり、仲裁人は、世界85カ国、250人強のスポーツ知識の、ある、法律専門家で構成される。2016年現在の、スポーツ仲裁国際理事会の会長は、ジョン・ダウリング・コーツ。日本からの関係者は、原昭彦弁護士、小寺明東京大学教授、沢田敏夫上智大学名誉教授、横山淳一兄弟教授らである。 CAS では、ドーピングをめぐる裁定、競技結果の判定、出場資格の認定等を仲裁する。日本からは、仲裁の申し立て事例は少ない。ありがとうございます。